参ったな。また後輩の女の子からタオルだのヘアバンドだのたくさんプレゼントもらっちゃったよ。まあ毎年のことだけど今年は特に多かったみたい。やっぱ3年だからかな。うん、誕生日に何もないよりは嬉しいけどね。できればあいつに祝ってほしかったな。無理だよね、あいつは東京にいるんだから。でもせめて手紙だけでも、ううん、電話だけでもしてほしかったな。やだ、私ったらなんだか落ち込んじゃってるよ。らしくないぞ、ファイトだ、カホ。どうしちゃったんだろう、最近の私。あいつのことばっか考えてる。今だってまだ会いに来てくれるんじゃないかって心のどっかで期待してる。桜の花が綺麗。もうすっかり満開だね。こりゃいよいよ今晩あたりから出撃かな。期間限定お好み焼き屋、おたふくお花見出張店。まあばあちゃんがお花見しながら商売しようって考えただけなんだけど、これがなかなか楽しいんだよね。夜桜綺麗だし。でももし今夜出撃したらあいつから電話かかってきても出られない。またそんなこと考えてる。だからあいつ忘れてるって、私の誕生日なんて。あれ今確かカホって、嘘。どうして、いつ大阪に来たの。今日たった今。そう、やば、なんだかドキドキしてまともに顔が見れないよ。え、これを私に。ありがとう、誕生日覚えててくれたんだ。嬉しい。ね、開けてみていい？あ、ジョギングシューズじゃない。ありがとう、すっごく嬉しいよ。それにサイズもぴったり。でもどうして、どうして私の靴のサイズ知ってるの？あ、そっか、前にアメリカ村までシューズ買いに付き合ってもらった時に見て覚えてたのか。ありがとう。なんだか照れちゃうね。あ、そうだ、せっかくだから一緒にお花見しようよ。夜桜見物に最高のスポット教えてあげるからね。ね、いいじゃない。やったー、そうこなくっちゃね。今年は最高の誕生日になりそう。